リアタルシュンは、大日本帝国陸軍及び、大韓民国陸軍の軍人。最終階級は、日本軍人としては、大佐、韓国軍人としては、中将。本願は、正山李氏。号は、秋健。創始改名による、日本名は、加山武俊。氏。平安南道安州軍に生まれる。教里で漢学を学んでいる最中だった1906年に、ハンスに移り、 近代的な教育を受けることとなる。その際、日本の陸軍士官学校の卒業生であるロハクリンと理工の影響を受け、軍人になることを決心する。理工の支援により、広市政中学校と大韓帝国武官学校を卒業した後、1909年に日本へ留学し、陸軍中央幼年学校を経て、1914年に陸軍士官学校を卒業。 同年12月25日、少尉に任官。同期には、栗林忠道、孔子翼、池聖天などがいる。第一師団不評を第三連隊に配属。1916年、陸軍不評学校に入校して3ヶ月間教育を受けた後、中尉に昇進した。第二次日韓協約締結と同時に、李公が独立運動に身を投じてからは、 リアタルシュン自身も独立運動に加担するようになった。1919年に3.1独立運動が起きた際は、近景点や池聖点と共に中国への亡命を試みた。しかし金と池が亡命を決行して、武装放棄による独立運動を行ったのとは異なり、リは甲子欲などと同様に日本軍に止まり続けた。10月革命が起きた。 翌年の1918年に日本軍はシベリア地域で反革命軍を支援した。同地域の石化を阻むために出兵し、リも中尉として出征命令を受け、ウラジオストクに派遣された。1920年4月、第24弾第40旅団不評第79連隊に配属。1924年3月15日、大意に昇進し、 大替副官を経て中隊長に任命される。1928年5月に災難事件が起こると法典に派遣された。1931年8月1日、人力軍府表彰九1933年、第24弾第79連隊副官。1934年8月1日、第24弾第79連隊大隊長。その後は、 満州などでの勤務を経て、1936年8月1日に、中佐に昇進してからは、第79連帯府となり、刑場医学専門学校と刑場薬学専門学校で、配属将校として務めた。1937年に、日中戦争が始まってからは、志願司令部や、北市内方面軍司令部などで務めた。主に兵務や、兵站輸送の業務に従事したが、 直接戦闘に参加することも多く、三島省では八祖寺軍ゲリラ討伐部隊の指揮官を務めた。1940年8月から1942年まで朝鮮軍テグ本部に勤務。1941年の大佐昇進と時をほぼ同じくして太平洋戦争が勃発して以降は学徒動員へ参加する様に呼びかける講演活動などを積極的に行った。 1943年7月、第7旅団の討伐部隊指揮官として8掃除、軍鎮圧に従事。1944年、立山停車場司令官。1945年8月15日の終戦時には、環境南道の元山港において、輸送業務を担当しており、終戦の一報が入ると同時に、ソウルへ向かった。以後、アメリカ軍政庁の軍事顧問に移植され、 韓国軍を創設する際には、金石玄などと共に主導的な役割を担った。1947年に、第5旅団、第1旅団を歴任。1948年に、大韓民国政府が樹立された際は、初代陸軍参謀総長に就任した。1949年6月、第3師団長。1950年4月、第5師団長。 朝鮮戦争時には、水原地区防衛司令官、全羅南道編成管区司令官、馬山地区海原司令官、チェジュ地区海原司令官、全羅南道海原民事部長を歴任し、1950年11月に予備役に編入された。1952年に現役に復帰し、陸軍大学総長、総長在任中に中将に昇進した。 1953年6月、第一訓練所長。1955年に予備役編入となった後は、定身部長官に就任し、1967年には、韓国反共連盟理事長に就任した。1972年には、反共有校者報告勲章統一賞を授与され、1979年には、国政諮問委員。1980年には、 国防政策諮問委員長、国土統一委員顧問なども務めた。1985年に亡くなった際は、葬儀は陸軍葬で行われ、遺体は国立ソウルは北大に埋葬された。2008年に民族問題研究所が発表した新日人名辞書収録予定者名簿の軍部門に選定された。2007年に新日反民族行為真相究明委員会が、 選定した新日反民族行為195人名簿の軍人部門にも選定され、公式に新日反民族行為者に認定されている。ありがとうございます。